はい、あの人の声は全然聞こえんのでやけどね、すいません。ご存知の方の方が多いと思いますが、ここのライブハウスのオーナーの松原くんが闘病生活を終えて、あの世に来たそうなんですが、知ってますかね。まあ何から話そうか思っていろいろ考えたんやけど、いろいろありすぎて、もう本当涙なくては語れない夜もあって、笑いなくては乗り越えられない壁を一緒に乗り越えてきた仲間ではあるんです。まあどうでもいいかそんなこと。どうでしょう、どうでもいいでしょう。ただまあこれから松原っていう色から違う色に変わっていくライブハウスだと思うので、その色の一つに加えてもらえたらええなと思って、我々はまたこの神戸でライブできたらなと思ってます。このキーッていうのが聞かないかね。確かに確かに。あ、消えた消えた、ありがとう。昨日じゃないな、これお前喋れよって言われてから1週間ぐらい考えて、なんか原稿用紙にも書いてみたりはしたんやけど、なんかうまく伝わらず、今日ここのライブハウス来たらスタッフの顔見たらちょっと寂しいなーなんか思ったりはしたんだけど、なんて言ったらいいかな、ちょっとうまくは言えませんが、今、このライブしよる間に思ったことは、それでもやっぱ松原に会いたいと今思ってます。なので、次の曲に行かせてもらいます。じゃあ聴いてください。